カッペイさんが好きなの？カッペイさんが好きなんかな。いいよね、カッペイさん。好きな言葉はカッパのへ。え？なぜへなんだ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラクゼーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。はい、今回は可愛い住人さんが自慢のピュレグミ村に行ってみたいと思います。いいね、可愛い住人だけ集めとるっていうの。私このサブ村が結構ね、自然入村やけん。はい、心地よい夢ご希望かしら。ひとたまり500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでピュレグミ村に出発。はい、ピュレグミ村に到着。え、かわいい。ドーナツやドーナツ。夢の世界へようこそ。あなたは今、ピュレグミという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度、こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のピュレグミの世界をご堪能遊ばせ。ここね、村長さんの名前、村長さんの名前そうなんかな。お、合ってる合ってる。そう、グミ村長さんって言うんやけど、グミが好きなんかな。ね、村の名前もピュレグミやしね。はい、それじゃあちょっと早速着替えをしていきましょう。さあ、どういう感じかな。お、リボンウィッグやん。かわいい。お、キキララのステッキ。じゃーん、こんな感じで。てか、私さ、この、思うんやけどね。これは、この、私が設定しとるキャラクターの髪色なんやけど、私もリアルにこういう髪色にしたいなって思いよんよね。ドレミちゃん、かわいいぞ。かわいい住人さんが自慢の村って書いとったけど、確かに。あ、アイナさん。今朝の夢にあなたが出てきて、一緒に遊んだんですよ、ひじき。ひじき。またお会いできるなんて、まるで夢の続きみたいです。そうなんだよ、夢なんだよ、ここは。ここは夢の世界。ビスケット。かわいい。あ、で、これ、なんか、道は飴になっとるね。面白い。はい、それじゃあ、旗は？ピュア組。ピュレ組か。ピュレ組か。あ、この着とる服のやつってこれなんやね。なるほど、なるほど。そして、メープルちゃん。嘘から遊びにいらしたんですか？ここは夢いっぱいにピュレ組村です。どうぞ、心ゆくまで探検してください。ありがとう、探検しまくるね、私。さあ、ということで、一軒目の家に、あ、なんか、ところどころにほら、ビスケット。ビスケット、これクッキーかな？クッキーと、あと飴が、かわいい。マイデザがかわいい。はい、それじゃあ、一軒目の家、お、ここの住人さんかな？どうも。喫茶ハトノス2号店。お、2号店。なるほど。マスター、拡大したのね、希望。あ、すごい。ぽいぽいぽい。え、めっちゃぽいね。喫茶ハトノスって感じするよ。すごい。いいね、いいね。よきよき。すごいな。そういう発想なかった。今現在ある。このね、既存のお店の2号店。すごいな、そういう感じなんや。へぇー。いや、マスター、報われたんだね、あんなね。ずっと一人で、せっ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 てやって、たまに村長が、アルバイトで手伝ってくれるぐらいの感じやったけど。なるほど、2号店が出せるようになったんだね。あ、ここ左右は入れん感じかな。あ、しかもほら見て、2号店はケーキ置いてあるよ。え、1号店より2号店の方が繁盛するとかいう、ちょっと逆に悲しい感じになったりはしない？大丈夫？はい、2階へ。でもあれかな？ 1 号店はちょっと落ち着いて、そのコーヒーを飲みたい人が集まって、2号店の方になんかちょっと若い女の子とかがケーキも楽しみたいみたいな感じでやってくるってことかな？あ、これアロマポットってこんな感じになっとんやした？え、初めて知った。あ、ここにキャンドル置くってこと？
初めて知ったんやけど。これもしかして火止めたりとかできるの？いや、できないな。上に置いとるけんなんか、本当にできんのかちょっといまいちわからんけど、リゾートの家具で揃ってるね。素晴らしい。いいね、いいね。おこなつって感じ。はい、それじゃお邪魔しました。さ、喫茶ハトノス2号店はね、こう外観からしてちょっと若い子向けなんかなっていう感じはするよね。おしゃれな、おしゃれな感じ、今時な感じで。はい、そして2軒目はお菓子の家や、お菓子の家。ここの住人さんは家の中かな。はい、お邪魔します。お、メイドさん、デンジャラス。何、どうしたの、何がデンジャラスだったの。あ、これアロマポットってリメイクできるのか。こっちピンクよね、なんか。なるほどね。いいね、いいね。なんかすごいめっちゃガーリーな女の子の部屋って感じ。え、私なんか、この空間好きなんやけど、わかる？このちょっと、この家の端っこ、部屋の端っこでさ、じゃなんか、めっちゃノートパソコンをいじってる、しかもこの女の子らしい部屋の空間で、めっちゃいいんやけど、ここ。そして、ロリポップ。良き。いやー、いいね、ピンクのクマさん。何もかもがピンクやね。流れとる曲もケケアイドルやし。しかもこの何？ピンクピンクしてない薄いピンクっていうのがすごい好き。めっちゃ好き。で、なんかこの薄いピンクにたまにこういうね、こう濃いピンクが差し色みたいな感じで入っとるっていうのがすごい良き。めっちゃファンシーやん。こういう部屋に住みたかった私。はい、2階へ。お、2階は、めっちゃお菓子や。超お菓子や。いいね、いいね。チョコレートフォンデュができるよ。チョコファウンテンって言うんやっけ、こういうの。いいね。なんか下はピンクで溢れとって、上はなんか外観に合った感じで、めっちゃお菓子だらけ。美味しそう。とことん美味しそう。いいなぁ。このソファーがめっちゃ美味しそう。いいよね。二つのロールケーキを合わせとる。よきよき。あれなんかな？この着とるメイド服は趣味なんかな？コスプレ趣味みたいな感じ。はい、それじゃあ。お、三軒目はあっちだね。どこや？三軒目は、こっちや、こっち、こっち。橋の手前。あ、この住人さん。パン屋さんできたよ。お、村長さんや。海村長さん。パン屋さんを経営しようやね。お邪魔します。お、あ、なんか外観が結構可愛かったけん、そういう感じかと思ったら、中身めっちゃ落ち着く感じやん。ねえ、ちょっとびっくりした。思っとった色味と違っとったけん。あれ？でもここは普通のリビングやね。パン屋さんは別の部屋かな。カッペイさんが好きなの？カッペイさんが好きなんかな。いいよね、カッペイさん。好きな言葉はカッパのへ。え？なぜへなんだ？どうしてへなんだ？はい、じゃあ左の部屋へ。お、左側は、あ、ここはでもあれやね。キッチンやね。キッチン。まあ、キッチン。そして、ここで、いろいろと食べる。食べて、で、ここで調理もできる。なるほど、なるほど。あ、トタケケや、トタケケ。シャツがトタケケ、かわいい。いいね、いいね、ああいうの。お、そして、これは、食材なのか？かぼちゃ。やっぱり至る所にカッペイさんが。はい、そして奥の部屋へ。お、奥
ろは自室かな？自分の部屋。ここはなんかすごいパステルな感じで可愛いね。なるほど。なんか入ってすぐのところはすごい落ち着いた感じあったけど、ここはまた、ここの方が外観に合っとる感じがするかな。お弁当も真ん中にハートマークとか書いちゃって、あ、このカップケーキかわいい、パンダ。いいね、いいね。女子力。しかし、現実の私の部屋で女子力を求めようと思ったらちょっと荷物をめちゃくちゃ捨てなければいけない。買い物が好きなんだよな。さあ、そして、右側の部屋へ。お、右側は、あれやね、何人も住んどんかな、もしかして。ね、なんか、いっぱい、こう、個人の部屋かなっていう感じのところが。ほら、ベッドあるし。ここはなんか、サンリオに溢れた部屋やね。特に、マイメロとポンポンプリンが好きなんかな。あ、シナモンもあるわ。シナモンもあるし、あっちはキキララかな。サンリオが好きということで。お、そしてクリスマスの名残。いや、やっぱりね、クリスマス気分。ずっとクリスマス気分で浮かれてたい。だってさ、クリスマスまでって結構なんか長いけど、でもなんかクリスマス終わった途端に、はい、年末。で、年末に入ったかと思ったら、もうなんかバレンタインの準備がバタバタと。え？って感じやん。もう目まぐるしすぎてね。どうした？って感じやん。はい、それじゃあ、2階へ。あ、まさかの2階がパン屋さん。なるほど。1階はもう居住スペースって感じかな。どの部屋も。なるほど、なるほど。なんか、家族の部屋ってことかな、あれは。家族みんなファンシーだな。超絶ファンシーだな。こういうの。チョコデニッシュみたいなね。こういう食パンの生地に何かしたら練り込んどるやつとかめっちゃ好き。よきよき。カスタードデニッシュとか。じゃあいいよね。いやー、パン屋さんよき。ケーキも売りよるよ、ケーキも。パン屋さんで焼きたてパンを買ってその場で食べたいです。だいたいね、なんか牛乳とかヨーグルトとか、そういう系の飲み物も一緒に売りよるやんか。え、そういう感じで。ふふ。はい、そして地下へ。お、あ、地下はなんか、住人愛に溢れた感じなのね。これ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、多分これが、今おる住人さんたちなんじゃないかな。確かにめっちゃ可愛い、全員。てか全員のさ、え、これ、あ、すごい。これあれやん。こう、一個一個のテーブル、この机の上さ、これドレミちゃんやろ？で、ドレミちゃんの服が、ちゃんとこれデザインされとる机の上。で、これもそうやろ？このラムネちゃん？ラムネちゃんの服のデザイン。で、これチョコちゃんの服のデザイン。ほら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 、フランソワの服のデザインやし、これ誰、カモミちゃん？のりっぺだと全然違う。誰、カモミちゃんって。あれか、郵便局のか？痩せの大食い。ほら、で、これも、チューコちゃんかな。サラだった。全然違った。好きな言葉は、山城の玄関。で、ほら、え？全員の、すごいね。ってことは、もしかしてこれ、一曲一曲、その住人をイメージした曲とかそういうこと？これドレミちゃん。何の音楽かちょっとよくわからんけど、こんな感じ。で、こっちラムネちゃん。あ、全部一緒もしかして。これは一緒なんかな？あ、違う。何の曲なんやろう。何かの曲？飛び森の中の音楽？何の音楽かわからんけど、あれかな？みんなが聞いたらわかるんかな？でも多分、まあ、ここの二人同じ曲やったけど、他のみんなは全然違う曲やけん、
このキャラクターに合った曲なんじゃないかなと思うんやけど。こんな感じ。この曲もさっきあったような気がする。あ、この曲なんやっけ。この曲結構さ、あのホラー村とかであるよね。なんかちょっと寂しげな曲、なんていう曲名かちょっとわからんねえけど。他のも全部飛び盛りの曲？これもなんか3つ目な気がする。こんな感じ。私が分かるのはこれだけやった。このなんかよくホラー村でちょっとなんか主人公のかわいそうな過去とかが明らかになるみたいなシーンでなんかあんな感じの音楽が流れよりやん、部屋で。なんかすごいね、住人への愛が。はい、それじゃあ、次がラストの家かな？こっちか。こっちか、橋は。はい、渡っていきます。そして、住人さんは、中ですか？あ、中っぽいね。なんかちょっと上品な感じするね、ここは。あ、おったおった。どうも。こんにちは。どうも、レモンさん。じゃ、お邪魔しますね。お嬢様っぽい感じやったね。てかお姫様っぽい感じやった。あ、すごい。これはもうお嬢様だわ。これはもうめちゃくちゃお嬢様だわ。上品な家庭で過ごした。生まれ育ったのね。素晴らしき。はい、じゃあ左の部屋へ。お、左の部屋は、これはカーニバル家具やっけ？カーニバル？カーニバルはまた別か。あっち？フランクリンの方かな？ハーベスト家具？いつもね、なんか、ごっちゃになるんよね。あんな二人がもうほんとごっちゃになってしまって、どっちの家具やったっけなーってめっちゃなる。ゴージャスだ、ゴージャス。周りの壁紙とかめっちゃゴージャスよね。カーテンの感じが。はい、それじゃあ2階へ。あ、いいね、2階。あ、そうそう、この音楽、この音楽。私があの、ちょっと寂しげな音楽って言った、この寂しげな、儚げな音楽。これ結構好きなんよね。いいね、いいね。物悲しい感じ。しかし、綺麗な感じ。この熊の服はリメイク？マイデザかな？かわいい。なんか雪国におりそうな感じ。いいね。で、鳥のチュンチュン言う声がめた。いいね。こういう静かな部屋で。鳥もね、ああいう感じならなんかかわいいなって思うんやけど、私はなんか昔、親戚の家に行った時に、なんかめっちゃ壁一面ぐらいに鳥がおったけんさ、どんだけ買っとんねんって感じだったけど。ほんとなんか朝は鳥の声でめっちゃ起こされる感じのね。まあめちゃくちゃ鳥が好きなんやなとは思ったけど。思ったけれども。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、よき。村長のあの家のね、残り3つの部屋、あれは一体誰の部屋やったんやろ。ヘアハウスみたいな感じなんかな、あれ。